サッカーソマリア代表は、ソマリアサッカー連盟により構成される、サッカーのナショナルチーム、FIFA フフワールドカップには出場したことがない。2009年の U-17 代表には、元少年兵や、ストリートチルドレン、元靴磨きの少年が含まれる。2009年のセカフェオ -17 チャンピオンシップに、先立ってモガディシュのホテルで開催された選手総公開では、 ソマリアサッカー連盟会長、ソマリアオリンピック委員会会長、青少年スポーツ大臣、運輸大臣、通信優勢大臣が、代わる代わるスピーチを行い、内戦で疲弊した国の境遇を通り抜け、国を代表してトーナメントに参加する選手たちを称えた。ホームスタジアムは、首都モガディシュにあるモガディシュスタジアムだが、内戦の影響で1986年を最後に、 このスタジアムでのホームゲームを開催できていない。ワールドカップ予選の試合などでは、隣国エチオピアの首都アディスアベバにあるアディスアベバスタジアムでホームゲームを開催しており、このスタジアムが実質的なホームスタジアムとなっている。2014FIFA ワールドカップアフリカ一時予選の試合でエチオピア代表と対戦した時には、ジブチの首都ジブチシティにある、 スタッドナショナル l 8 8ングレードでホームゲームを開催した SFF 設立以降について記載ありがとうございます。